はい、こんにちは、お嬉しいです。ほんとね、めっちゃ嬉しいです。シャツが戻ってまいりました。イエーイ。というわけでね、シャツがね、今ね、すごい人気なんですね。いぶきガードルとかなんとかではなくて、もう売れ行きがめちゃくちゃすごいことになってて、そこでね、今日はね、ジェディアで最も売れてると言っても過言じゃない、フィナモレを用いながら、シャツの買い方とか、着こなし方っていうのをね、2024年春版お送りしたいと思います。それでは行きましょう。おも t い g けさ s t まずね、買い方 今買うべきシャツってどんなのってところを僕の独断と偏見でちょっとお話をしていきたいなと思います。まずね、やっぱシャツは形命ですから、襟型とフィッティングってところを主に見るのかなと思うんですね。で、僕もやっぱりイタリアンシャツを筆頭として売れてるって言われるシャツはほぼ、ほとんど全部のブランドを袖を通してるかなと思うんですけども、やっぱそれに全然違いがあるんですね。でも一番見ときたいのは、あ、もちろん生地とかもあります。生地とかもあるんだけど、生地は比較的わかりやすいので好みでいいかなと思うんですけども、やっぱり襟型とフィッティングかなと思う ですね売り方に関しては、まあ、どういうのがいいかというとやっぱ勝 カッタウェイなんだけど、カッタウェイってこう、後ろにこう、襟がいってるやつで、ね、レギュラーカラーって言うと普通こう、前に来るんですよ。襟がこう、前に来るんですけども、あれは比較的タイルアップするときに使う、清掃のシーンで使うというのがメインになってて、僕らみたいにこう、タイルアップもするけど、タイルアップこうやってしないでパッと開けても着たいってときには、このカッタウェイカラー、襟が少しこう後ろに伸びてるものっていうのがおすすめなんですね。ただ、今のトレンドは、あんまりこれがカッタウェイすぎるものっていうのは、ちょっとトレンドから外れてるかなっていうのが、今の僕の印象です。 で、同様に、もうほんと10年前に流行ってたのは、やっぱりこうカッタウェイがもっと後ろに行ってて、襟がすごい高いっていうのが主流だったんですけども、さらに言うとね、襟が高くてね、デュエボットンについて,て、ここに第一ボタンが2個あるとかですね。あそういうのは、ちょっと今はトレンドから外れてるかなという気がします。なので、まあ、程よいカッタウェイ加減ですね。後ろに行きすぎてないし、まあ、レギュラーに戻りすぎてないっていう程よいもの。襟高も、あまりにも襟が高すぎないもの。ちゃんとネクタイも一応できるものっていうのがベストです。で、あとはフィッティングに 関ししててはは正当派ののシャツっていうのは少し緩めに着るんですね10年前まで流行ってたもうフィナモレでそれこそ出してた履き方はもっとビチビチでしたもうこれぐらいもうなんかこれぐらいで着るっていう感じがフィナモレの着方って感じだったんですけども今はまあそこまで細めでいいんですけどそこまであのビチビチじゃない感じっていうのが今っぽいかなっていう感じですかねただねシャツメーカーもその辺は結構調整してきてですね昔僕フィナモレのこの37着てた時はもっとビチビチだった記憶があるんですよね多分もう10年後 ぐらいな、ね、徐々に徐々にリラックスシールとかいいよねーの中で行って戻っての触れ戻しの中で今ちょっと程よい調整にされてるのでサイズを変えるということではなくてまあそういうトレンドをしっかりとらえてちょっとタイトすぎてない設計のものを買うということでいいと思うのでピ、まあ、ナモレを買ってた皆さんは同じサイズで大丈夫ですちゃんとピナモレ側が調整してくれてますであとはタックアウトできるかどうかですねちょっと出してみますけど冬場はねどうせタックインで着た方がいいのでいいんですけどもあの夏場はこういうタックアウトでね着れるものっていうのはちょっとありがたいか かなと思うんですよねただあまりにも短すぎちゃうとちょっと大人っぽくないのでまあこれぐらいの感じっていうのはいいかなということでこの辺りもフィナもれが上手で今フィナモれも10年前にはなかったバリというボディのモデルを使ってましてこれが前のものに比べて3センチか、えー、5センチ短いのかなってなっててこうタックアウトもできるしさっきみたいにインしても着れるよっていうふうに作ってくれてるんですね僕は基本的にタックインを推奨してるので別にマストではないですけどもまあこうちょっとタックアウトであのショーツと合わせてラフに着たいなっていう要望が ある方は、まあ、この辺りの丈感も気にされてもいいかなという感じでしょうか。 はい。あとはね、この辺のトレンド感を見ながら、ご自身でね、自分の体に、ね、合ったものとかブランドを選んでいただければいいと思います。で、今ね、紹介しようと思っているフィナモレに関して言うと、10年前までは、さっきの10年前のフィナモレバーって言い方をした時に、セルジオというモデルをね、チョイスしたんですが、まあ実はね、4、5年前、5年ぐらい前かな、からもうそのモデル、襟型ですね、セルジオから今、シモーネというモデルに変えてまして、まさにその襟が高すぎたものが、ちょっと低くなって、60%ぐらいかな、ちょっと襟型が,が抑えられて、あと買った上もうセルジオ、 ちょっと結構後ろに行ってるんですけどもあのそこまでこれ後ろに行ってないですよねこちら見ていただくようにあのタイドアップギリギリオッケーという感じの襟方なんですねなのでタイドアップスタイルもいけるしタイドアップじゃないこういう納体でもかっこよく決まると今っぽく決まるという形のこの下モーという襟方をね採用していますというのがフィナモネに関してはトピックかなと思いますであとはね着こなし方法ですねこれもまああの基本的にはいろいろ好みに応じていろいろあると思うんですけども僕はやっぱ基本はタックインがかっこいいかなと思ってますで で夏場はね今僕がしてるみたいにタックインしてちょっとだけここブラウジングかましてあげてちょっと出してあげてこういう風にちょっとしてあげてでここ今ふ折りしてますちょっとイタリアンシャツって長めなんでねちゃんとカットしてもいいんだけどいずれしてもまあこういう風に着てもいいんですけども夏場ちょっと暑いなっていう時とかちょっとこなれ感を出すっていう意味ではふた、まあ、折りぐらいこうしてあげる1折りふ折りしてあげて。 止めてててあげるっっいいいうのが大人っぽくていいと思いますであんまやんない方がいいのはやっぱりこれ以上上げてこういう感じですかね全然別にまダメじゃないんですけどこれやるとカジュアルすぎるかなっていったところあとは僕的にやらないのがよくあのシャツ袖のまくり方3線とか言って雑誌とかがやっちゃうやつなんですけど1個こう折ってからもう1個こういうふうに折って。 でなんかここら辺を少しこう遊ばせてニュアンスを出すやり方かっこいいですとか言い出すんですけど別にこんなことやる必要ないでしょって僕は思ってるのであの別に普通に2折でいいと思いますで。あとタックアウトですねこんな感じですかね。やっぱタックインしてたものをただタックアウトするだけだとちょっとね僕は嫌かなと思っていてタックインの時って第二ボタンまで開けで少しラフな感じにするとかっこいいんですけどもあのタックアウトした時は下がラフに見える分やっぱ上は少しこうおしゃまにしたいので第二ボタンまでしっかり閉めてあげるで第一ボタンだけ開けるという方が いいかなとで,できれば袖もまくらない方がなんか全体のバランスは取りやすくなります。このあたりは本当こだわりの話なので別にあの好きにやっていただいていいんですけどもただやっぱりタックアウトして第2ボタンまでダランと開けて袖もまくってって全部が全部こうダランスタイルにしちゃうとやっぱりそのシャツの良さが消えちゃうのでなんかそれやるんだったらもう T シャツとかニットティーとか着た方がいいかなと思いますん、ね、でポロシャツとかね。なのでシャツ着るときは少しその地下はこうちょっとシュッとさせとくみたいなところは意識してもいいかなと思います。 じゃあね、ちょっと今ね、おすすめしてたフィナモレのシャツがあるので、まあこれの着こなしをね、ちょっと見ていきましょう。実際どうやって着るんだというところです。まずはシャンベレーシャツですね。今スタジオで着てる、僕が着てるのもそうなんですが、こちらのスタイルですね。インコのね、パンツですね。かっこいいですね。インコのパンツは。インコのパンツとフィナモレのシャツはもうゴールデンフィットなんで、ぜひね、あの、買っていただきたい。もうこれ着るだけでね、感覚バグりますから。俺かっこよかったんだなーって多分思いますから、みんな。絶対これ買ってほしい。フィナモレのシャツとインコのパンツ。 で、これね、あと、まあ、夏のスタイルかなと思うんですよね。インコに、えっ、ー、と、フィナモレのシャツというゴールデンやった後に、あのまあ、レザーのバッグでもいいんですけど、ちょっと重たいかなと思ったんで、まあ、ザッツのマイクロファイバーの、えっ、ー、と、バッグを持ってます。これ、スウェード見えするので、手もそんなに重たく見えないので、まあ、夏とかね、本当にこういうイタリアンカジュアルで、ちょっとラフに行きたいって時に、最高のバッグです。で、これでね、ニットティーとか、まあ、カットソーとか、半袖で行くのはちょっとはばかれるかなとか、少しこう、おしゃれしたいなって時に、こんな格好で夏は 歩くといいううのは最高じゃないでしょうか足元これね多分ねレザーサンダルとか履いてもめちゃくちゃかっこいいと思うんであのその辺はいろいろ応用してみてください、はい、次はねコットンのシャツですねえっとこれも襟りとかあれは一緒でさっきお見せした通りこれタイドアップスタイルも全然いきますラルディーニの日常ジャケットにジャブス履いてっていう感じでタイドアップでもいいかなとまあこれほんとギリギリですタイドアップできるほんとギリギリの襟り方ですこれ以上買った目になってくるとほんとにちょっともうすごい狙ってる感じになっちゃうので、まあ、自然な感じでやれるギリギリのえり方かなとあとこれちょっと暑いなって言ったら外し してあげて第2ボタンまで開けてあげてっていう感じでラフに着てもかっこいいかなというスタイルですねもちろん1枚で着てもかっこいいです で、次はね、コットンのブロードですね。ちょっとこう、スムースな、あの、生地感のある、カットェイシャツ。これね、もうほとんど在庫がないですね。このあたりの動きが、もう、すごく早くて、本当に売れるようになりましたね、シャツね、としか言いようがないです。もう、残りオリーブが2着だけ残ってるだけなんですけども、まあ、それも多分、ちょっとこの動画上がってるタイミングでもないかもしれませんけど、あったらラッキーなんで、速攻でゲットしてください。で、まあ、白のパンツと合わせて、ちょっとこう、夏っぽくですね、あの、ジャングルを意識したって言ったら、なんかよくわかんないですけど、まあ、リゾート感のある、まあ、色合い、色味の合わせで、こんな感じ。 感じですかねこの辺りも多分真夏とかで、ね、この感じで歩いてたらすごいいけてると思いますであとはね実はこれねえっと下ねっていうえり方ではないんですけどもまあちょっと雰囲気は似てるんだけどワンピースカラーって言ってですね第1ボタンがなくてここの襟の第1ボタンから襟までがくるーっとこうもう全部1枚でつながってるような襟りになってるんですねでこれ何のためにやってるかっていうとこれリレンのシャツなんで、まあ、基本的にはタイルアップとかしないでしょうとでちょっとこの辺の襟方型がロールして綺麗に見えるためにこうワンピースカラー で作られてるんでですねでその分ちょっと手間もかかるんで値段も少し張るんですけどもあのやっぱりこの襟が綺麗に見せたいって方多いと思うんですよねやっぱこの襟がワンピースじゃないとやっぱこういうちょっとこの辺が何て言うんですかねガタガタってするじゃないですかでこれがなんかこう気になってこうやって手で直す方多いと思うんですけどそれがもうほっといても勝手にこう綺麗に出てくれるロールして綺麗に出てくれるっていうのがこのワンピースカラーのいいとこなんですねだからもうタイドアップもしませんと第一ボタンも閉めませんっていうのであればこのワンピースカラーっていうのがすごくおすすめなんですがなのでリネン夏に使える で出てきてきるとでこれ毎年めちゃくちゃ人気で夏暑くなった時にはもうゴールデンウィークにはもうないのでちょっと早めにねすでにもう多分ない色いっぱいあると思うんですけど見ていただければ分かる通りあのこれ入ってくるたんびにどんどんなくなっていくやつですでちょっとなくなった色はもう置いといてですねあのまずホワイトはこんな感じですかねまあ黒に合わせてシックに決める であとザ、ザノーレの京都をベージュで着てあげて、これまたシックに大人っぽく決めるって感じですかね。白なんでベースとしても使いやすいです。で、あとはちょっとカジュアルっぽくね、アスペジのシャツアウターと合わせてあげてっていう、これちょっとスポーティー合わせでもね、かっこいいですよね。こんな感じとか。あとはライトグレーでね、こんな感じです。白のパンツと合わせてと。ザノーレの京都をちょっとアクセント代わりに腰に巻いたりとか、肩にかけたりとか。あとはまあ稲遣いとして着てあげてという感じでね。 これも色合いがすごく綺麗な色のバランスになっててやっぱりリネングの素材感がね涼しげなんでなんか変な暑苦しくなるのですごくいいかなと思います。 あとはネイビーですね。この辺もすごくよく売れる色です。ネイビーブラックやっぱりすごいよく売れますね。あの夏はショーツスタイルとかでもすごく使いやすいので、あの多分人気なんだなと思うんですが、まあ、ちょっと今回はインコテクスのカーゴパンツと合わせてみました。まあ、インコテクスのカーゴパンツっていうね、カーゴっていう意味では非常にカジュアル感の高いカテゴリーになるパンツなんですけども、まあ、インコテクスであればね、やっぱドレス感が非常に出て綺麗だっていうのと、さらにそれでフィナモレのリネンシャツで仕上げてあげると。 やるとかなりり大人っぽく決まりますんでしかもアイテム自体がねちょっとファッションっぽい感じがするので着るだけでおしゃれという意味では初心者の方にもおすすめのコーデートです。 で続いてね、コットンリネンのチェックのシャツですね。チェック、派手柄。今まで最近、ここ10年間ぐらいずっと下火だったんですけど、最近またちょっと盛り上がってきてこちらですね。あの、ほんとかっこいいっすよね。なんか、僕も正直4年前まではちょっとチェックはなと思ったんだけど、今見ると全然かっこよくてですね、まあ、人間の感覚って恐ろしいなと思うんですけども、まあ、こんな感じですかね。まあ、色はちょっと抑えてあげて、ネイビーのパンツと合わせてあげてシックにと。あとはまあ京都。の白の京都をまあ肩掛けしてあげて、ちょっと夏っぽくとか。 あとはまあ上に着てあげて、まあ、チェックのシャツの面積を減らしてあげて、上品なシーンとかでも使えるようにというコーディネートも可能です。まあ、v ゾーンからね、チラッとチェックが見えてるのてすごくかっこいいので、まあ、こういう部分使いというかね、とポイント使いっていう考え方もありだと思います。 あと実はね、シャツ、シャツが人気になってきてるだけではなくて、最近やっぱりジャケットとかネクタイも非常によく売れるようになってきたんですね。リラックスリラックスに行き過ぎちゃったのがすごく揺れ戻ってきたというところがあって、こんだけ大人気のフィナ漏れなので、ドレスシャツも入れようということで、今季初めてね、僕ドレスシャツもオーダーしてきました。で、こちらですね、ブロードコットのセミワイドカラーシャツ。これね、襟型はミランという形になってて、まあ、さっきも言いましたけど、カッタウェイではなくて、かなりレギュラーに近い襟型になってます。その代わりこう めちゃくちゃ美しく決まりますので、おすすめかなと思います。シャツのボディもビットリオって言って、さっきのバリみたいな。 ものではなくて、裾のとこにガゼットが付いてたりして、本当にドレス仕様で長めになっててっていう形なので、ドレスとして使いたい方はもう本当に最高のシャツじゃないかなと思います。フィッティングを見ての通りすごく綺麗ですよね。バリと違って全然ゆるさがないです。もうジャケットの下にビチッと着てねっていうメッセージを送り込んでくれて、ジャケットをシャッと脱いだ時に色気がプーンっていう感じのシャツになっているので、本当にこれからジャケット、タイルアップをやっていきたいなって方は、この辺のシャツ着てあげて欲しいなと思います。で一方でこれでですね。もうできるギリギリ のり方になってますあんまりレギュラーがレギュラーすぎるとですねあの脳体ってかっこよくないんですけどもこちらはね脳体にしてもそれなりにこう決まるようになってますんであのどちらでも使えるという意味では問題ないかと思いますで色がブロードコットンは白とサックスですねもうこれ定番だと思います定番の白サックスオックスコットンの方も白とサックスですねでオックスコットンの方のコーディネートはこんな感じですまあちょっとね遠目で見るとそのブロードとオックスコットンの違いって分からないのでちょっとこのスタイル画像だとなかなかあれなんですけどもあとはまあ生地感はあの近くで見ると 全然違いますんでご自身でちょっとオックスコットンとまあブロードの違いてうちのサイトも接写の方が載ってますんでそれ見てねどっちがいいかなっていうのを選んでくださいこれはもうほんと好みですどっち使ってもまあ遠目ではそんな分かんないけどもっていう感じですねあのフィナモレね本当にモデルごと色ごとにバラバラに入ってくるんですね例えばワンピースカラーの理念とかが初めね2月に何色が入ったかな黒かなんかが入って3月に白が入ってとか言っててそれが黒が早々に売り切れてみたいな感じでなんかもう順番にこうワンピースカラーアンピースカラーでドカンと入れてくれれば いいのになんかこう色ごとに別々に入ってくるんで,でそれをじゃあ全部溜まってからねあのテントに並べるっていうのもしてもいいんですけどそれもまたそれでね遅くなっちゃうからなと思って今もううちの方は色が出たらもうどん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 テントに並べちゃってるので気になるものはすぐ買ってまあ次がまた出てきたらそれチェックしてっていう感じで見てもらった方がいいと思いますなんとなく全部で揃ったからって言ってるともうほぼなくなっていってるんでその辺りはお急ぎ目にやってください、はい、という感じで今日の動画は以上になりますいいねと思った方はいいねの方とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします あとインスタグラムでもまあフィナモレは特にね登場回数多いと思うんですけどもスタイリングのね紹介なんかいろいろやってますんでぜひフォローの方みイブよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょう森市でしたバイバイはいありがとうございます なんかね、やっぱフィナモレのシャツに限らずなんだけど、嬉しかったのはこちらですね。まあ、ィナモレ売り切れてるもの、いろいろあるんですけども、このチェックのシャツが、売り切れがこんだけ早いっていうのって、本当にもうここ10年以上なかったですね。チェックは、えー、っとね、どうだろう。 ももう一旦僕も辞めたことあります34年ぐらいチェッカーもう売れないからやめようって言ってやめてで3年前ぐらいからでもやっぱピラモレのチェックってかっこいいじゃんってで入れるんだけど売れないみたいなんで、えー、まあ一方だけじゃ入れるっていうのが2年ぐらい続いてで2年前ぐらいからあれちょっと売れ始めたな自分でもいいよって言い続けたんでね でも2型ぐらいしか入れないんですよチェッカー毎年で今もまだ2型ぐらいしか入れてないんですけどもただその売れるスピードがすごい速くなってきたなっていうのは最近感じたんですけどもこんなに速いタイミングで売り切れるってことはまあなかったんですねなので非常に嬉しいなとでんでかっていうとあのやっぱりシャツってやっぱりソリッドなカラーだとちょっと面白みがないのでやっぱチェックとかで見せてくっていうのがやっぱり シャツ好きとしてはです、ね、醍醐味だったりすするんですよねでただその派手なシャツというかチェックなシャツ自体が否定されてしまうともうソリッドカラーで勝負するしかないというところになってしまうのでちょっとそのシャツ好きのなんかコーディネートをこうやってやるぜという意味では少し寂しいなといったところが あるんですよねであとはやっぱりフィナモレってこういうシャツ型とか襟型も非常にかっこいいんだけど、まあ、そのもう一個の大きな特徴としてはこういういチチェック柄のチョイスが上手いんですね本当に僕らが着て、ね、これかっこいい着れるかなーって。 と思っったたもももののを選んんででシャツにに上ががててててきて着みてみるとありじゃんみたいなものが非常に多くてですねしかもそういうものって大体皆さんが一番迷われるいろ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 スタイリングでいろいろ組み合わせておしゃれするって難しいよねってところをもうネイビーのパンツに一発着るだけでかっこいいよねってやってくれるから本当はすすごいいありがたいアイテムなんですねだそういったものをなんか作るのがすごく得意なのがひなもれなのになんかその特色をいまいち活かせないってところがずっと僕はなんか悩むというかもったいないなと思ってたところ。 なんでもうチェックがねもしフィナモレのチェックが皆さん受け入れるよっていうんであればめちゃくちゃかっこいいの持ってこれるんですよねだからそういった意味でなんかこの辺がと売れ始めたっていうのが非常に嬉しいななんて思って。 でも本当にまあ余談はそんな感じですけどまあでも本当にこの間僕ビームス F にちょっと行ってきたんですねちょっとどういうシャツが売れてんのかななんつって見に行こうなんつって見に行ってでいろいろ店員さんのお話聞いてたらやっぱねシャツの動きすごい速いみたいでで僕もちょっとこれとこれとこれ在庫ありますかみたいなのを聞いていやちゃんと買う気でですよ買う気ですし実は買いましたしちゃんとなんだけど買う気で聞いたらやっぱりちょっと自分が気になってるようなものっていうそういういわゆる白黒のシンプルなものよりもちょっと気になるなっていう少し派手な柄なものとかっていうのを聞いたらそれがマイサイズの37ぐらいも ほぼ全滅しててでですすねねそそんななこと昔なかっったうういう店頭にに聞き聞いても、ね、だからあそういう意味ではもう本当にうちだけじゃなくて市場的に非常にこうシャツが好調なんだなっていうのを感じたんであの本当にやっぱりシャツがね一番メンズファッションでは、まあ、パンツに次いでね重要なパーツだと思ってるんで本当に良かったなと思います皆さんもねシャツはね是非チェックしてくださいちょっとアイロンがけとかシチームとかめんどくさいけどその一もさえ抜けば多分着た時の満足度非常に高いからね絶対シャツはチェックしてください